心の鐘。今週もスタジオにはフジゼミ代表の藤岡克義さんにお越しいただいてます。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日のメッセージテーマですけれども、はい、夜更かしをする時のお供は何？海苔ですね。海苔？はい。海苔をどうするんですか？一枚ずつポリポリかけるんですよ。ああ、海苔がなんかこういう筒に入ってて、丸いあのお茶筒みたいなやつに。あ、その高級なやつじゃなくてね、はい、最近はなんかよくあるじゃないですか、プラスチックの、はい、あれ、もう一枚一枚食べてるわけですか？いや、気づいたら結構食べるじゃないですか。食べないですか、海って？いや、まあ、ご飯の時にとかいうのは分かりますけれども、うん、それだけを単体でっていうのはあんまりなんかないかも。なんか、うち、あの実家が何でか知らないけど海苔を結構くれるんで、はい、結構いっぱいあるんですよ、うん、でついついね、何か最近そのポテトチップスみたいなああいうやつはもう買わないようにしてるんですけども、ちょっと漁っちゃうとね、海苔が出てくるんですよ。漁るんですね。漁るんですよ。そしたら海苔があるからね、はい、はい。あとお供っていうのとはちょっと語弊があるかもしれないけど、うん、スマホね。だからスマホをいろいろ見てると、だから YouTube とか、はい、の動画系を見てるとね、ついつい夜更かししてしまうっていうね、まあ、夜更かしのお供というか、結果を夜更かしをしてしまうっていう時間を忘れちゃいますもんね。これはね、受験生にとっては本当に良くない、あの結構ね、特に浪人生なんかに多いと思うんですけどね、夜寝れませんっていう子ってね、大体スマホやってるんですよね、だからずっと動画を見ちゃってて眠れないというよりも、スマホをずっと見てるから、まあ、画面が明るかったり内容が結構刺激的だったりっていうので、でついついまあ夜更かしもしちゃうし、さて寝ようと思ってもその明るいものを見たり内容とかでね、ちょっと興奮しちゃって眠れなくなるとかっていうので、結局なんかね、寝ようとしてるけど眠れないとかって言ってね、でもずっと聞いていくと、結局そういう動画とか、まあ、ゲームだったりね、っていうのも含めて、スマホっていうのはね、本当に結構その受験にとってはね、害しかないんだなって、ね、そうなんだ。東大王の光ちゃんだっけ、はい、弁護士を目指してる時に、はい、スマホを一切やめたっていうね。そうやっぱり、やっぱりそういうのあるんでしょうね。あのね、この間うちあの大学受験セミナーって言ってね、その、まあ、ゼロから難関大学とかを目指す人ってやっぱり相当その大変なんですよ。でもその大変だけど、やろうと思うんだったらこういうことやりましょうねっていう、まあ、セミナーやったんですね、はい、オンライン で、その時にその、茨城県在住で関東地方で結構その先生をやってる人とかも今うちオンライン先生とかやってくれてるので、はい、そういうあの人がこう一視聴者としてね、加わってくれてたんですけども、その先生言ってたのが、あの東京の方の特に、まあ、あの進学校とかになると、もう高3になったらインスタグラム消すとかね、あのスマホ あの LINE の待ち受けを、受験勉強を始めるので既読無視になりますとかね、そういう風に待ち受けを変えちゃうとかね、いう風にみんな一斉にやるんですよ、はい、そういう文化は福山にはもしかしないかもなと思ってね、だからそういうね、あの光さんってあれでしょ、あの女の子でしょ、女の子、はい、なんか引退した、そう、はい、テレビが引退してね、弁護士だったから目指すために、はい、そう、彼女もそういう系を一切消したって言ってましたけども、やっぱそういう自己管理能力っていうのはね、すごく大事になってくるかもしれないですね。ちょっとごめんなさい、夜更かしのともから話が受験にずれちゃいました。さあ、今日のお話いきましょうか。今日も受験関連なんですけどね、はい、あの受験のそのゴール、何をもって受験を成功したって言えるかっていうですね、まあ、人によって考え方いろいろあるかもしれないですね。その自分が目指してた第一志望に合格すること、これが一番最高でしょうし、はい、だけどそれがなかなか叶わないっていうケースだって、まあ、あると思うんですよね。そういった時に何をもって良しとするかっていうので議論が分かれるところだと思うんですけども、最近ねちょっとある生徒とそういうあのどうなればいいのかみたいなね、あのどうもこういろいろこう志望校をねこれから先
現実を見てちょっと今まで思い描いてたところよりも下げなきゃいけないっていうケースに当たることを、ね、面談をしているときに、そういう話になったときにね、あるエピソードを交えて話をしたのが、まあ、私の考えではその受験 の, その成功したかどうかっていうのは自信を持って、ね、その次のステージに進むかどうかっていうのは大きいと思うよと、うん、その時ってね、話をしたのが昔の生徒なんですけどね、ある高校を中退した男の子がいたんですね、はい、でその子は、高卒認定を取りに富士ゼミにやってきて、そして高卒認定って8月と11月にあるんですけども、その11月の試験に取りたいって言ってたんですね、ちょうど高校3年生の年で、高卒認定取って何したいのって聞いたら、まだ何も考えてなくって、とりあえず高卒認定を取りたいってやってきた。で11月に受けて自己採点の結果一発で全科合格してるじゃんっていう点数が取れたんですよね、はい、でそれが分かった時に、ということは自分はこのままその受験とかもできるってことですかっていうふうに、その時に初めてせっかく高卒認定を取ったんだったらその先まで一気に行きたいと、そして11月 の,、まあ、中旬なんでね、試験が入試まではあと本当に2ヶ月とか3ヶ月とかしかないっていうことなんですよね。で高卒認定の勉強と大学受験の勉強って結構次元が違うんですけども、それでも今から、まあ、可能性があるんだったら自分大学に行きたいですって言って、まあ、昔なんでね、3科目受験で、まあ、英語と、まあ、文系だったんで英語と国語とね、現代語と、そして社会やらなきゃいけない、今から日本社会史は重すぎる、だけど政治経済だったらなんとかなるかもしれないって言って、その3科目に絞ってね、英語と現代語と政治経済を徹底的に勉強して、そして別にその難関大学とかじゃないけども大学に合格したんですよ、はい、2ヶ月間ぐらいめちゃくちゃ頑張って、そして俺すげーっていう気持ちになって大学生に行ったんですよね。で大学に進学してからも、まあ、富士ゼミにしょっちゅう来てくれたりね、ソフトボールの活動とかにはユニフォーム着て出てくれたりとかね、今はもう多分30を過ぎて結婚してじゃないかなと思うんですけどもね、そういうその達成感満足感を持って俺やったぜって言って進学することってすごく大事なことじゃないかなと思うんですよね。だからこそ彼は大学どうって聞いた時に、なんか楽しい話ばっかりいろいろね、今こんなことやってるあんなことやってるっていうのを毎回言ってくれてたし、それがそのこうどん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 こうレベルを下げていって、ね、妥協に妥協を重ねてもう逃げるように、はい、その進学していくみたいなね、こんなはずじゃなかったのにみたいなことを思いながら後悔も連続で、それこそスマホばっかりやってたなみたいなので進学していくのとではやっぱり大違いだと思うんですよね、うん、で最近ね現役の高校生で、その子が通ってる高校ってね、大学にほとんど行かない行く子がすごく少ないんですよね、就職が大半で進学する子は、まあ、専門学校が多いみたいなね、はい、その高校の子が大学に行きたいって言ってね、周りに塾行ってる人なんか一人もいないらしいんですけども、冬ゼミにやってきて勉強して、そして、まあ、推薦入試を狙うと、はい、推薦っていろいろこう基準があるんですよね、成績がいくらじゃなきゃいけないとかね、活動がいろいろやってなきゃいけないとかね、生徒会とかも行ったりね、基準の点数を取ったりもしてね、そして推薦の基準を満たして学校の先生にまあ、その子を関西に行きたかったので、こういう大学に行きたいと、条件はクリアしてると思うからって言った時に、推薦はできるけれどもう絶対無理だからやめとけって最後まで言われ続けたんですね、でそのもう受けるって言うんだったら、それ反対はしないけれども止めはしないけど一応就職も考えとけっていろんな就職先のパンフレットを持ってこられてっていうのもいたんですけども、最近それが試験を受けて合格したんですね、それで先生が悪かったって謝ってきたっていうね、そういう話もあるんですけども、結構その周りに影響を受けるというかね、その先生からすると あまりそういう塾に行ってるとかっていう事情ももしかして知らなかったかもしれないし、本人がその時頑張ってるっていう姿を見てなかったかもしれないから、何をバカなこと言ってんだみたいな感じでね、なんか言っちゃったのかもしれないけれども、結構先生とか親の一言ってこう人生の重要なこう、ね、行き先のスイッチを入れちゃうみたいなことにもつながりかねないんですよね。でよくうちも生徒でねよくある話なんですけども、
学校先生ってやっぱり模試の成績で判断するんですよね、模試の数字偏差値で模試の成績が偏差値がいくらだっただからその同じような偏差値帯の大学を受けろって言うんですけども、でもこれもただの数字上の話であって、例えば模試ってマーク模試っていうのと記述模試って2種類あるんですけども、マーク模試っていうのは共通テスト向けの模試なんですね、共通テストと同じような感じ。そして記述模試っていうのは国公立とか二次試験とかあるいは私立大学の一般入試とか その融合問題なので、もう全範囲からまんべんなく出るんですよね、何が言いたいかというと、自分が行きたい大学と入試の傾向がまるで違うかもしれないんですよね。だから模試って対策しないとこの時期どこに取れないんですよ、で模試の対策をしないから模試の成績は悪いだけど、自分が行きたい志望校の過去問を解きまくって傾向と対策をしっかりやって過去問はある程度合格点ぐらいも取れてるって時に、いやまあ模試で全然数字できないじゃないかって時に差が出てくる可能性があるんですよね、それを単なる数字でね無理だって言われることって結構実はあったりするので、そういうその周りの声に必ずしもそれが正解っていうわけじゃないので、ちゃんとその自分の、目指すところもね、こう過去問に対してどれぐらい取れるかっていう実際のちゃんとした状況をもとに志望校を周りの声に流されずに最後まで目指してやってこそやったぜっていう達成感を持っていけるんじゃないかなと思うので、今から本当にいよいよラストスパートですけどね、受験生の皆には頑張ってほしいなと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お話はフジゼミ代表藤岡勝さんでした。